どうもみさん、こんにちは。いずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ3月激安キャンペーン始まるということでやってきました。キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は3月の2日から3月の8日、8日ですね。こちらの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう。まずはペペからですね、今週のペペはいつもよりキャンペーンがちょっと多めです。まずは マチカドペイペイの第二弾ですね期間は3月の31日まででしてキャッシュレスュー車還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなっておりますペイペイチャンスに当選して外れた場合でも最低でも実質6.5%還元されますで先日第三弾が発表されましてマチカドペイペイの第三弾ですねそれが発表されましてペイペイチャンス自体は今月いっぱいで終了するということでしたのでラストペイペイチャンスの月楽しんでいきましょう 次にペ a ペ p モールですね。期間は3月31日まで最大20%還元のキャンペーンということで、この同時進行で現在ペ a ペ p モールのゾゾタウンでは最大で10%還元のキャンペーンも開催されてます。次にペ a ペ p では新たに始まるキャンペーンが大きく4つあります。まずこちら対象のスーパーにて5%還元ということで、こちら3月4日からスタートとなります。このキャンペーンでは時間指定がありまして、10時から14時までとなっています。ちなみにソフトバンク、イモワイル、ヤフ、えープレミアム会員の方は10 10還元となりまますののので、まあ、お住まいい近くくに対象のスーパーパがあれば是非利用してみてみださい次に、対象のクリーニング店で10%還元で、こちらも同じ3月の4日からスタートとなります。この時期の冬物のコートとかダウンなどを出すいいタイミングだと思うので、もしお近くのクリーニング店が対象かどうかっていうのを公式ページでぜひチェックしてみてください。次は、伊藤園の自販対象自販機にて最大20%還元のキャンペーン。こちらも3月の4日からスタートします。これですね、全国の4000台ある伊藤園の の自販機でペ,イペイ決済を行っったら還元されるキャンペーンーとなっております、まあ、20%還元とということでまた、この PayPay ペイペイ対応の伊藤園の自販機を見かけることっていうのはなかなかないんですけども、ま、もしですね、見かけた際はこの PayPay ペイペイで決済してみてください。そして、ガストで PayPay ペイペイ決済して10%還元ということで、ちなみにソフトバンクワイモバイルヤフープレミアム会員の方は20%還元となります。同じく3月4日からスタートとなりまして、3月31日まで開催中です。ガストに関しては、 スマートニュースとかでもよく一部の商品のクーポンとかがよく出てますので、ぜひですね、それと併用すればさらにお得かなと思います。以上が PayPay ペイペイについてでした。 次は D 払いですね。D 払いでは主に3種類のキャンペーンが開催されてます。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン、キャッシュレッシュ者還元の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして合計10%の D ポイント還元がキャンペーンとしてあります。2つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンです。これが3月31日まで開催中です。こちらは3月31日までなんですけども11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済を行ったら D ポイント10%分が還元される ということですね。 そして、こちら3つ目の D 払いネットのお店で10%還元のキャンペーン。こちらがラストの週となります。3月5日までとなっていまして、期間中対象のお店で D 払いで決済したら10%還元されるということなんですけども、まあ、主に対象店舗としたら、メルカリとかマツキオ、これはオンラインですね。で、あとはドコモユーザーであれば Amazon とかでも対象なので、もしですね、ネットでお買い物する際は利用してみてもいいのではないでしょうか。そして D ポイントのキャンペーンもあります。こちら、ローソンで iPhone に D ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら D ポイントが7倍還元されるキャンペーンというのが開催中です。まあここ最近この Apple Pay での決済することが僕自身多いんですけどもこれ本当にめちゃくちゃ便利ですね。まあ本当一回かざすだけでポイントカードの読み込みとそして決済までができるというのに本当に感動しちゃいます。まあ結構前からあったみたいなんですけども僕はこれを機に結構使ってるんですが本当に便利がいいです。次に楽天 Pay ですね。楽天ペ 主に一つ,つ目はこちら全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーン。こちらがですね、なんとラストの週となりまして、3月2日までとなります。楽天ペイが使えるお店であればどこでも5%のポイント還元されるものとなっております。いや、ほんと長かったこのキャンペーンが終わるのもちょっと寂しいですね。これちょっと前も言った気がするんですけども。またこれ以降も何かとやってくれそうな予感はしますけどね。で、二つ目はワタミグループ、東海清ツ札ラ2で5%の ポインンントバックキャンペーンですねこちらもラストの週となりまして3月2日までとなっております。で、先ほどお伝えした5%還元のキャンペーンと合わせて使えば10%還元も可能なので、まあどちらも参加する際にはエントリーを忘れずやってみましょう。あと楽天に関連しまして楽天ポイントのキャンペーンも開催中です。これは3月の16日までなんですけども、ファミリーマートで楽天のポイントカードを提示したら10倍もらえるというものになっております。まあなのでこれは10倍なんですけども一応5%還元ということで書いております。 で、このキャンペーンの期間中に楽天ペイで決済をしたら楽天ポイント実質10%還元をもらうことができますので、まあぜひ楽天ポイントを集めたい方はこの方法を試してみてください。もちろんですね、他の決済方法でも構いませんが、楽天ペイの場合は3月の2日までであればこの方法が可能なので、まあこれ間違いないようにお願いします。 次はメルペイですね。メルペイでは大きく3つあります。まず1つ目はこちらのメルペイフィーバー最大50%のポイント還元ということですね。いや、これ本当に熱いですよね。まあ以前動画でもお伝えしたと思うんですが、この期間はそのいろんなパターンがあるんですけども、今週はコンビニで最大20%還元、そしてドラッグストアで最大50%還元というのが開催されてます。まあこの最大という意味は、例えばこうご自身のメルペイアカウントを本人確認が完了していたりですとか、 あとは、コンビニは問題ないんですけども、ドラッグストアとかの場合は、年齢が関係してきます。なので、キャンペーンページをご確認した上で参加しちゃいましょう。そこで、ご自身の還元率っていうのが把握できると思います。ちなみに、このキャンペーンには、セブン、イレブンが含まれております。もう一度言います。このキャンペーンにはセ、そして、次はメルペイサンデーですね。こちら、本日の3月の1日からということで、結構参加された方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、このキャンペーンは、期間中の日曜日。 計5日間で開催されるキャンペーンとなってまして ID 決済とかメルペイが使えるところであればどこでも日曜日に20%還元されますこれいいですよねなので今出ている日にちですね3月1日8、15、22、29の間に利用すればいい感じにお得にお買い物ができますそしてススメルペのキャンペーンこちらも絶賛開催中ですメルペイに招待したら500ポイントそしてメルペイに登録した場合 ですね。新規で登録した方の場合は1000ポイントがもらえます。これ、本当に新規の方に優しいですよね。そして、メルペイの登録した方は免許証などを使って本人確認が完了したらポイントがもらえるようになってますので、これをお気を付けください。まあ、先ほどお伝えしたメルペイフィーバーとか、あとメルペイサンデーと組み合わせたらとにかくお得ですので、一応下の概要欄に僕の招待コードを貼っておきます。次 au pay ですね。a pay で大きく2つのキャンペーンです。こちら au pay のスマートパスプレミア会員の方限定にはなるんですけども、ファミリーマート、そしてローソン。 税込200円以上のお買い物で利用可能な50円引きのクーポンというのが出ておりますこれ期間中毎週もらえるので AU のスマートパスプレミアム会員の方は使ってみるのもいいと思いますそしてそしてそしてまたやってきますあのキャンペーンですね毎週10億円もらえるキャンペーン最大20%のポイント還元ということで次に明日はステージ2の第1週目が始まりますまこちらキャンペーンの注意点としましては1日あたりの還元ポイントが最大で6000ポイント 止まるとなっておりますあ、とるいうことですねまあこれは本当期間中の月曜日だけのイベントになりつつありますね。まあ、3月もそうなるような予感はするんですけども、まあ、状況によっては急なルール変更なども考えられるので、また何かしらの情報があれば僕の Twitter などで情報発信したいと思います。最後にゆうちょ u ペイですね。そして2点だけまとめるとこんな感じです。こちら今赤い文字のところは今週で終了するキャン パパッと読み上げると、d 払いネットのお店、こちら10%還元のキャンペーンが3月5日まで、そしてちょっと長かった楽天ペイ5%還元のキャンペーン3月2日まで、そして楽天ペイの対象加盟店の5%還元のキャンペーン、これが3月2日までとなっております。 あと、こちら、青くなってる部分は今週から始まるキャンペーンとなっております。ご覧のように、ペペがやっぱり多いですね。ペペの対象スーパー、ペペクリーニング店、そしてペペの伊藤園自販機、ペペガスト、そしてメルペフィーバーとメルペサンデーという感じですね。いや、結構3月も暑いですね。 まあそんなこんなで今回は3月2日から3月8日8日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあ先週までの流れだと AUP がかなり流れを持っていっていた印象だったんですけども、 今回は僕の中でやっぱりメルペイがやっぱり強いかなと思います。まあ、還元率であったり、まあ、使えるお店だったり、ちょっと複雑ではありますが、結構僕自身はもう結構楽しいキャンペーンなので、まあ、ここは僕は、えー、メルペイを使って、その枠とか使い切ったらペイペイ d 払い、そして月曜であれば a u ペイを使おうかなというふうには思っております。ちなみに楽天ペイのあの長かった5%還元のキャンペーン終了となるんですが、先ほどもお伝えしたように、やっぱこう何か これはちょっと密かに期待をしております。まあ、今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクなどに関しましては、下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日もじゃなくて、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。いやー、先日このオリガンペオリ通知が来ていまして、2020年の 6月の30日22時に折り紙アプリの全機能が終了するとありました。や、なんかこう、すごく感慨深いですよね。一つのスマホ決済がちょっと終了するっていう。まあね、あの、これまでに終了したスマホ決済はあるんですけども、ちょっとまたこれは違いますもんね、ほんと。 で、まあ本当に、こう、僕自身メインで使ってたわけでもないんですけども、まあ常にこう3%割引になるということ。で、あとはこう、吉野家でも、まあスマホ決済の中では多分一番早かったんかな あのバーコード決済の中では。なので、その時にちょっと使ってたということを、あとはこう、たまにクーポンくれたりするのもめっちゃ嬉しかったですよね。そして、なんといってもあの、独特な決済音、近未来感満載のあの、決済音ですね。あれが本当に好きでしたね。まあ、今はこう、メルペが買収した状態なので、まあ、今後はどのように動いていくかっていうのは、ひそかにここも期待をしております。ということで、ありがとうございました。